誘導との距離を置いて、さあ来れば突っ張る雰囲気、5番の伊藤司、その辺の気配を感じつつ徐々に上昇していきましたが、1番の藪下がまずは合わせました。5番の伊藤は自重して6番手戻ってジャン前の2コーナーに入っています。先頭1番車は藪下直樹、さあ5番の伊藤を出さずに踏み上げて先行体制に入っています。5番の伊藤司は6番手、車検を切りつつ、さあ緩めは出ていこうかという感じで、さあ狙っていますがどうでしょうか。ジャンの3コーナーから4コーナー、さあ伊藤が後方からスパートする。さあ先頭1番車藪下直樹、藪下がペース上げて先行体制、2番手は6番の村上照久、4番の原野を踏み上げていって男で交代した。7番の物部が3番で切り替えて、2番の越川4番で乗ってきて2コーナーからバック。さあ2番の越川が4番手、2コーナーが走りまくっていきます。先頭1番車藪下直樹、2番越川のまくり、さあ3番手から2番手、さらに前段を伺っている。インコース踏ん張る1番藪下直樹、まくりが決まるか、2番越川、4コーナーから直線。さあ先頭1番車藪下直樹、マーク6番車村上照久、村上が番手から抜けました。2着はどうか、5番の伊藤か、あるいは7番の物部か。先頭は依然として5番のフレーマ右京、中段スタートが7番車坂本俊也、4番手後方短期の選手が2人なんですが、さあ両者ともに動かずで、7番の坂本がまずは動いてくるか。初手は4番手、赤番の1コーナーに入っています。さあ先頭5番車船山右京、船山がさあ誘導との距離を取って、さあもう待てないという感じで先行体制に入るか。7番坂本は足を溜めて4番手、3番の岩田も動きかけたんですがどうでしょうか。中段に追いかけました。ジャンの3コーナー、岩田がさあさらに内を伝って、さあ先行の番手まで来ました。さあ5番のフレーム今日、これを3番の岩田が内からしゃくって先頭か。さあこう6番の斉藤茂明も来ました。さあ先頭5番車船山右京、息にかまして6番車斉藤茂明、さあ前段捉え切りか。しかし5番の船山が合わせてきりました。5番の船山が6番の斉藤合わせての先行、これを7番車坂本俊也がまくってくる。さあ溜めてのまくり決まるかどうか。最終3コーナー、逃げる5番車船山右京、後ろは1番の渋谷がぴったりマーク、そして4番の落合豊と続いて4コーナーから直線です。さあ本線の3人、先頭5番車船山右京、1番渋谷マークですが5番の船山です。船山が勝ちました。先頭は7番車片桐善也、まだ誘導残った状態。2番の中野亮がさあ5番手追い上げていくか、1回切るかどうかなんですが、赤羽の1コーナーに入っています。先頭は7番片桐、まだ後ろを見ています。2番の中野亮がさあ5番手動かず、ジャン前の2コーナーからバックに入っていきます。さあこのまま7番の片桐の先行か、後続1本の状態でジャンの3コーナー、まだ誘導は残っています。それを使って7番車片桐前夜、このまま先行体制に入っていきそうです。ジャンの4コーナーから最終周回、さあ誘導は外れて7番片桐の先行、ここで2番の中野が追い上げました。レースは最終周回、さあ先頭7番車片桐前夜、2番の中野が追い上げて、さあ決まるかどうか。インコース5番車佐野武夫とのマーク戦、さあ佐野が思い切って中野を持ってきました。中野はどうか、3番手から4番手交代していく。さあバックから3コーナー、先頭は7番車片桐前夜、2番手は死守した5番の佐野滝を、1番のさ広川貞治3番手、さあ広川早見3番手から踏んでくる直線コースです。先頭7番車片桐前夜、前から5番車佐野滝を、1番の広川も来ますが7番片桐です。片桐押し切りました。2着は1番広川突っ込んでいます。さあレーザー残り2周回、赤羽のホームに入っています。車間を切った今の門馬拓馬、赤羽のホームから上昇していきました。先頭1番の及川優勝、今の門馬が叩いて先制しました。7番の相沢正弘がまずはこの5番手に乗っていって、1番の及川優勝は下げて6番手でジャン前の2コーナーに入っています。先頭は4番の門馬拓馬に変わりました。1番の及川は足を使わず6番手、さあ今日も溜めて回っていこうという感じで、ジャンの3コーナーから4コーナー、さあペース上がった4番の門馬拓馬、さらに踏み上げて先行体制に入ります。マーカー2番塚本聡、3番手5番石川貴則、6番の松本雅史は4番手、7番の相沢正弘は5番手に乗っていって、最初の及川優勝依然として6番手、2コーナーからバックにあります。さあ先頭4番の門馬拓馬、さあ後方どうか、1本になっていますが、1番の及川優勝が6番手からまぐれるか。さあ最終3コーナー入っています。最初の及川が3コーナー手前からスパートまくってくる。さあ7番の相沢を合わせて動いてくる。4コーナーから直線、先頭は完全に4番門馬拓馬のペース、門馬のペース、さあ2番の塚本来ますが門馬か、門馬振り切りました。久しぶりの逃げ切り、4番の門馬拓馬。
さあ、レーサー残り2周回、赤馬のホーム、2番の森田達也が上昇しました。5番の緑川先頭ですが、2番の森田がまずは叩いて先制しています。4番の小原信也は切り替えて4番手、5番の緑川周平は下げて5番手でジャン前の2コーナーに入っています。後ろ攻めを取りました。2番森田達也、赤番で緑川を叩いて先制、徐々にペースを上げようかという体勢です。5番の緑川周平は5番手で、さあかましまくりタイミングを取っています。ジャンの4コーナーから最終周回、さあここで2番の森田達也は本格的にペースを上げて先行体制です。マーク3番高桑義則、3番手6番岡田哲夫、4番の小原慎也短期で4番手、5番の緑川周平はまくり勝負、さあ5番手、さあ早めに動いてくる、さあ先頭2番車森田達也、5番手から5番の緑川周平のまくり、外を外を回って前段まくり去っていきました。7番の十文字の追走はちょっと怪しくなった。3番の高川に絡まれて4コーナーから直線です。先頭は5番車緑川周平、最終日はまくり後続ぶっちぎりました。2着はどうか、7番十文字か、そして今の小原慎也。後ろ攻め取った2番の石田がまずは動いて赤羽のホームに入っていきます。先頭3番の猪狩勇樹、2番の石田博樹はまずは叩いて先制しました。これを7番の相沢龍がさらに叩いて、さあ今日もかけるかどうかなんですが、さらに3番の猪狩勇樹が仕掛けました。さあジャン前の2コーナーからバック、前で受けていた3番の猪狩勇樹、さあジャンでは先頭に立って主導権を握っていきます。7番の相沢龍、足を使って中段4番手、2番の石田博樹は最初に動いたんですが後方6番手になって、ジャンの4コーナーから最終周回です。先行は3番車猪狩勇樹、猪狩の先行です。同県5番車関根貴人、3番手6番殿崎和成、ライン3人飛ばしています。7番の相沢龍は中段で4番手、2番の石田博樹依然として6番手で、さあ2コーナーからバックにあります。さあ後続1本で3番の猪狩勇樹が快調に飛ばしています。誰も動けない。7番相沢が4番手がようやくスパート、さあ3番手から今流れてくる。4コーナーから直線コースあります。さあ先頭3番車猪狩勇樹、マーカーの5番車関根貴人、7番の相沢龍が飲み込んだか、7番相沢か。4対3分かれて2分戦、赤番のホームに入っていきます。先頭4番の佐々木義則、5番の高橋浩二は例によって引きつけてドンと行こうというんでしょうか。赤番の1コーナーのカーブです。車間を切っている5番車高橋浩二、4対3の2分戦、ジャン前の2コーナーに入っています。さあ先頭4番の佐々木義則、さあ5番の高橋浩二が引きつけてジャン前の2コーナーで4番の佐々木を叩いて先制、主導権を握っていきます。4番の佐々木義則が下げて4番手でジャンの3コーナーから4コーナーです。さあ5番車高橋浩二、後ろの気配を感じながら徐々にペースを上げようという体勢。4番の佐々木はさあかましのタイミング、さあ行きました。レーサー最終周回、5番の高橋も踏み上げていますが、そうかできれるかどうか。4番の佐々木義則1コーナーから2コーナー、さあ仕掛けはぴったりだった感じ。5番の高橋浩二がしっかり合わせながらの先行です。今の太田高井2番手、4番の佐々木義則が迫ってきて、さあ2番手前段捉えるか。インコース5番車高橋浩二よく踏ん張っている。さあ切り替える1番車高橋秀吉で4コーナーから直線コースです。先頭は5番車高橋浩二、後ろが1番高橋秀吉、3番の成田直樹を伸び切ってゴール、1着3番成田直樹です。4番の柳島邦友、早くも動いて赤羽のホームに入っています。先頭3番小笠原光、4番の柳島が短期で仕掛けてまずは先制しました。1番の坂本はどうでしょうか、ここを使っていこうというんでしょうか。2番の水森が上がってきて、さあさらに水森が叩いていきそうな感じ。ジャン前の2コーナーからバック、さあ2番の水森と4番の柳島、さあ短期の2人がちょっと踏み合う感じでジャンの3コーナー合わせた。4番の柳島がさあ短期で先行です。2番水森が2番手の折り合いをつけて、1番の坂本は後ろを気にしつつ、さあ3番手取ってレーサー最終周期に入っています。先行は短期で4番の柳島邦友、短期で2番水森が2番手、さあ1番の坂本は射程圏の3番手、さあ早くも仕掛けていった。2コーナーからバックに入ります。先頭4番の柳島邦友、3番手が1番坂本博之のまくり、さあ7番の関戸がしっかりついている。あとは3番の小笠原光がまくり上げて、さあ3番が2番手に接近。先頭は1番車坂本博之、まくり上げる3番の小笠原、4コーナーから直線です。さあ先頭1番車坂本、外から3番の小笠原光、小笠原先頭変わってゴール、優勝のゴール。2着1番坂本、そして7番関戸と続きました。6番の後藤優、そして4番の姿和弘、気持ちが強いのはどちらでしょうか。
残り2周回の攻防に入りました。さあ、後ろから4番の姿が発進です。さあ、姿はまず6番の後藤を叩きました。後藤はさっと下げて5番手、ジャマイカの2コーナーに入っています。4番の姿和弘、赤番から先行体制がありました。6番の後藤優は下げて5番手ですが、さあ巻き返せるかどうか。ジャンの3コーナーに入っています。4番の姿和弘、赤番から出て先行体制があります。6番の後藤優、さあジャンの4コーナーからスパート、一気にかわしていきます。レースは最終周回に入りました。さあ先頭を読ました姿和弘ですが、6番の後藤優のスピード、さあ前段叩き切るか。追走1番車磯島康介だけになっている。1コーナーから2コーナー、先頭6番車後藤優叩き切りました。追走1番車磯島康介ですが、さあちょっとどうか、ちょっと花気味。4番の姿イングで待って最終3コーナー入っています。逃げる6番車後藤優叩きましたが、1番の磯島、そして7番の宇佐美勇気も仕掛けてくる直線コース。さあ先頭6番車後藤優、後ろが1番の磯島、さらに7番の宇佐美勇気一気抜けました。2着はどうか。5番の千沢の強襲か。7番5番